じゃーん、通天閣。ごきげんよう、山口あきです。今日はなっちゃんです、ゲスト。今日は一緒に飲み歩きたいと思います。通天閣やんね、今日は通天閣、通天閣、飲み歩くぞ。通天閣の下です。やんな、これ通天閣やんな。いやいや、嬉しい、ありがとう、もらいました。うわ、恥ずかしい。お疲れ様。乾杯。美味しい、最高やな。汗だけやったもんな。無料で飲めるな。もらいました、イエーイ。絶対紅生姜やね。お、私はね、うん、お野菜もあった。はい、ありがとうございます。注文もいいですか？オッケーです。いいらしいです。先に食べたら、そうですね、梅クラゲです。ずっと串カツ食べたかったからさ。いただきます。おいしいよな。目はこんな感じです。ちょっとゆっくり喋ります。適当でいいんですよ。仕上がってきた、仕上がってきた、仕上がってきた。なっちゃんもうちょっとだけど、もうちょっと。1杯目。すごい、イエーイ。まだ腰が切れないからもう1杯飲みます。野菜大好き。美味しそう。これつけるんかな。それか、多分それしいだけ。これを上からかけるっていうわけですな。うわ、サラサラ系や。串カツとかめっちゃ久しぶりなんやけど。いただきます。そうそうそう、うん、向こう。梅干しっていうのは分かるけど、梅とか海鮮丼
系が多いから、そのものの調理するって嫌いだし、一番いいよ。あ、うずらの卵です。確かに和歌山は海の幸やな。じゃあ、これ飲んだら2軒目行きます。もう通天閣って感じやもんな。どこ行く？今悩んでます。なんか、あ、射的？ここ射的やな。めっちゃみんな射的行ってるわ。勝負しよう。勝負しようぜ。次どこ行くかやね。でももう串カツはもういいもんな。お腹いっぱいになった。そうやろ。なんかつまめる感じがいいよな。アルコールが入りたい。入りたいよな。アルコール入りたい。アルコール入りたい。あっつ。まだお昼やからな。3時やから。ちょっとお店探します。でも安ない1800円。確かに安ない。でも1800円。最初めっちゃ一緒のこと言ってるやん。めっちゃ安いよな。枝豆やばい。めっちゃでかい。枝豆、900円やでこれ。やばい。安っ。横綱でーす。めっちゃ可愛い。年格されたね。年格された。今年齢確認されました、私ら。ありがとうございます。可愛い、お姉ちゃん可愛い。私ら18ぐらいやもんな、うちらな。そう、お土産を開封します。待って、これ昨日滋賀から帰ってくるときに山村さんに買ってたんですけど、美味しいって。めっちゃ美味しい。こうやってアフリカするみたいな。そう、フィナンシェみたいなやつ。めっちゃ好きで。そうなんですか。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。何やろ。めっちゃ可愛い。可愛い。可愛くない。めっちゃ可愛くない。めっちゃ可愛くない。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。いやー嬉しい。ありがとう。景品やって。めっちゃだって青森。青森。次回のシーズン黒い。それで焼酎飲むわ。そういうグラスの方が。本当なんかお茶が嬉しい。ありがとう。はい、じゃあお疲れ様。変な人。
ってさ、結構長いこと続いてるやん。全然100年近くなってくる。やっぱ戦争に負けたっていうのが大きい影響なんですね。そうだと思うな。でもそこで敗戦意識じゃないけど洗脳されちゃってるから。そうなのかな、負けてしまった意識が強いから恥ずかしいって意識が、なんとなく空調であの学校で気をつけて日本だっていう、あのその息なんか そういうのはできひん。でもなんか負けてるのになんで堂々としてるのって思われるぐらいだったら、あ、すいません、私たち女性でっていうスタンスなんかは自分で言っちゃってます。自分が生まれてるってすごい奇跡だと思うから、それが日本だったってすごい嬉しいことだよね。生まれたところが日本っていう、生まれたところが日本っていうのはめちゃくちゃ感謝するし、だからその美化するつもりもないし、そう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 、言うたら日本がめっちゃいいことをしてきたかって言ったらもちろんいっぱいあるけど、その反面ここはちょっとちゃうんちゃうかっていうのもいっぱいあるわけやから、あ、いいことも悪いこともあったんやなって受け入れて、で今の次の世代に受け渡すっていうのが役割なんやろなと思って、全部どっちかをピックアップするやん。両方な、いいか悪いかと思って全てと、そう全部を受け入れて判断していって、それで次のステップに進んでいくっていうのが一番大事だな。そう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 、何万分の1の確率で自分がいるって考えたらめっちゃ奇跡じゃない。一つのだってお父さんお母さんだって一つかけたら自分がいないわけ。私たちがこうやって出会ってるのも、出会ってるってか私が勝手になんか素敵って思ってるかもしらんけど、私も素敵と思ってます。だけどだけどでもこうやって話せてるのもやっぱり奇跡の連続だったと思うし、生きてるだけでやっぱり当たり前って思ってるかもしれないけど、重なって生まれた奇跡だと思う。当たり前はないんです、みんな当たり前はないんですよ。ということで、あの今からずっとちょっと深い話に持ち込みたいと思います。イエーイ、1、2、3、もう何倍か分からんけど、イエーイ、紹介しました。おいしい、甘い、甘い、ハニー、ハニー、ハニー、ゆず、ゆずハニー、おいしい、イエーイ、バーみたいなとこも行きたいけどな。あり、なバーある、わからん。冷た、冷たい、いただきます。冷蔵庫から出てきます。あくまで欲しくない、わかる。ネギで欲しいよ、ちぎょうかな。これぐらいでかいです。でもこれ、これでいいよ。あ、ほんまや、うわ、でっかー。あれよ、あのタバコ、そうだよ、だってドームでさ、巨人の本拠地なのに阪神ファンが殺すぞ、あれよ。じゃんじゃかじゃん、なっちゃんはハイボール。あ、撮りましたよ。あ、ビリケッソ、イエーイ。なんか観光客みたいだけど、射的やりまーす。自分で設置してなあかんねんで、うん、滑ってない。滑ってない。いきなり何やってんの、天然か、天然すぎんの、天然すぎる。それが引っ張ってもらって、やり方間違ったのか。すごい。え、嘘、知らないの本当に。あの一回教えたってさ、引いてここに詰めんで、あ、先引かなあかんすか。そう、あ、そう、これはどれ行くかな。前まで行ったのに、どこまでも行ける。とりあえずついてたら、なるほどね。コーラ狙おう。
イエーイ、やった結構いけたんじゃん、狙い結構上手いんちゃう。じゃあ2個ゲット。カチョって言えば、ペロンしちゃう。まだ？そう。お前行くんだ。狙い狙い。こういうのみんな狙わんと、ちっちゃいの狙い。絶対下やん。おかしいとこ狙ってるやん。どこ狙ってんねん。どこ狙ってんねん。いいよいいよ。いいよ。これ頑張れ。あー惜しくもない。全然当たってへん。はい、もういけました。なっちゃんは当てました。3発700円は安すぎる。やってるんですよ。これも大阪名物。ねえ、パンツ見えてましたよね。パンツ見えてましたよ。がっつりパンツ見えてました。これ大阪ならではです。キツネの嫁入りです。雨が降ってきました。これすごいな、久しぶりこの天気やもん。やばいね、やばいね。あ、いいことありそう。めっちゃ雨降ってきてる。やばい、これはカメラ潰れるかもしれんので、今から天王寺の駅に走りたいと思います。めっちゃ雨降ってる。やだやだ、虹すごい、めっちゃ雨降ってきてる。あー、キツネの嫁入りです。虹見える？みんな安240円。今は天王寺にまた食い出しまして、今からまた飲み直します。はあ、なんか雨がすごかった。かっこいいやん、明治屋酒。かっこいいよな。ここです。はい、ということで日本酒、いや国酒のお店にやってきました。こうやってね、今からね、もう上品にね、日本酒飲んでいこうよみたいな感じで立ち飲み屋さんなんですけど、すごくね、あの雰囲気も良くて、あの素敵なお店で、でいっぱい飲んでいこうねみたいな、飲み比べしようねって言って、もうワクワクドキドキなわけで、乾杯始まります。乾杯って言って、もうなっちゃんがね、見てください、めっちゃあの傾けてくるから、あやきんとこの日本酒とか、カリスタの日本酒でもなっちゃんの日本酒入ってくるっていう。こぼれます、こぼれます。美味しい、美味しい、うまっ、うまい、めちゃくちゃ美味しい。結構旨味系だったね。甘口っすね。美味しい。トマトだけ。さっぱり系がいいよね。そうだ、マダイ音楽もいいです。いいですね。どて焼きもちょっと気になるかも。あ、行きますか、どて焼きで。はい。あと、キビナゴ好きやろ。キビナゴ好き。これ。あ、なんか、シラスをどんどんかけるやつみたいな。なんかそういうのもやな。何もない。何も盛るもんないらしい。いただきます。トマト。トマト、いやトマトです。どうですか？トマト美味しい。うまい。めっちゃフレッシュ。なんかすごい、なんかいい意味でな。トマトが好き。いろんなお酒をですね、シェアしながら飲んでいるわけなんですけど、やっぱり地域によって全然お酒の味が違くて、もちろんね、米がやっぱり違うからかもしれないやけど、めっちゃ美味しいのよね。まあ、大阪といったらどて焼きですよね。これ食べてなかった。ロマン、ありがとうございます。
OK。 じゃあ次はロマンをいただきます。超美味しい。お、なんじゃこれ。ナイス。天才的な美味しさですわ。めちゃくちゃ美味しい。飲んでみる？飲んでみる？飲んでみる？うん、もちろん。ロマン。ロマン。どう？お兄さん飲んでみる？うん。まあ、めっちゃ美味しい。なんかめちゃくちゃさっぱりしてる。スッと入ってくる。どこの店？どこの？福島です。さっき言ってた。福島。鳥頭か。何がいい？いいな。なんかシュワシュワって感じがいいですね。日本少女なんでもカバーできちゃうからね。これが荒野さんが今年初めて2度目のスパー。はい、ということでね、結構いい感じに酔っ払ってきましたね。はい、ということで、もうこうなってきたらもう止まること知らない、とどまること知らないって感じですね。もうね、ミスチルも流れてもう勢いよですね、みんな。はい、ということでね、このもうちょっとこぼれさせてくれてるところもなんかすごいサービス精神がありますね。ここのお店本当に素敵なお店でした。もうどんだけ飲むねんっていう感じなんですけども、すごいグラスが空いてますね。もうね、私一人で飲むときはそんな飲まないんですけど、やっぱこうやって楽しくなってくるといっぱい飲んじゃいますよね。ダメ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 。ってことでね、ここでね、あのサービスしてくれました。もうめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。これは美味しいわ。なんかめっちゃフルーティー。美味しい。長野のお酒を広めていきましょう。美味しょ。はい、ではこんだけ T シャツ汚いけど。仕方でも嘘をこぼします。新商品で激アツなの。美味しい。全部が美味しい。1万はすごいよって言ってます。何を話してても、そうめっちゃ深い話しててもなっちゃんは1万ってすごいよって。そればっかり言ってます。いや、すごいと思います。カラオケに来てます。かわいい。怒られてくるね。いいよ、全然いいよ。だいぶこけた。じゃあね、また遊びましょう。バイバーイ。